合格の必勝法、受験の勝ち方、第一志望校を明確にすることです。ゴールのないマラソンはみんな走っていてもきついよね。ゴールが決まってこそそこに向かって一点突破で走っていきます。だからこそ勝つ受験生がまずしなければいけないのは第一志望校を明確にすることです。